はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今回も例のあれ関連の新たな情報のアップデートなどをしていきたいと思うんですけれども、今回はですね、今まさに話題沸騰中の本日9月の18日から発売されました、明治製菓ファルマのですね、職員の方々が、匿名でですね、世に出したですね、私たちは売りたくないというね、かなり本当に話題になっているね、本かなというふうに思うんですけれども、そちらの方に関してのですね、僕独自の見解などをですね、お話ししていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、ここで一つご連絡なんですけれども、先日9月の10日18時にですね、僕の公式 LINE のですね、登録者限定のキャンペーンを打ち出したんですけれども、その後ですね、その公式 LINE がアカウントがバンになってしまっていて、一応皆さん側から僕の方にメッセージを送ることはできるみたいなんですけれども、こちらからですね、皆さんのメッセージを見ることも、メッセージを送ることも、何かのね、操作をすることも全てできないような状態になってしまっております。なのでですね、そちらの方にお申し込みされていたという方はですね、大変本当に申し訳ないんですけれども、僕の運営している X のですね、DM の方でコンタクトを取っていただけたらというふうに思いますので、ちょっとお手数ではあるんですけれども、そちらの方よろしくお願いいたします。僕の SNS などの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、そちらの方からフォローなどぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回の本題の方に入っていきたいと思うんですが、まず最初にですね、ちょっと例のあれ関連のお話ではなくてですね、太陽光パネル関連のお話をしていきたいと思うんですけれども、今ですね、熊本の阿蘇山周辺がですね、メガソーラーのもう建設がね、進みすぎていて、もうとんでもないことになっているということはですね、だいぶ前からですね、多くの方が言ってくれていることなのかなと思うんですけども、そのですね、熊本県阿蘇九十国立公園の方でメガソーラーの設置を防ぐ動きがですね、国内で初めてやられたということでですね、これがですね、3300ヘクタールを国立公園区域として拡張する計画が了承されたということでですね、こちらがですね、全国初のことであるというわけなんですけども、この拡張がされる際にですね、特別地域というふうな形になった場合、このメガソーラーの建設がね、できなくなるということでですね、ただ今ここまでですね、もうかなり広がってしまってるっていうことで、これを打ち出すのはちょっと遅すぎたのかなというふうには思うんですけれども、こういう形でですね、森を守っていかないと、本当にですね、これから全国各地で土砂災害などがですね、さらに相次ぐような形になったりとか、あとは動物たちへの影響だったりとかですね、あとは土壌汚染など様々な問題がね、浮上してたりとかするわけなんですけれども、本当にですね、今北海道とかそういったところでもですね、未だに新たにですね、太陽光パネルをですね、設置するような人たちがいるということで、農家さんだったりとかですね、そのね、離農するような方々に対して業者がね、こう営業をかけに行ったりとかしてるみたいなんですけれども、やっぱりみんなこう言いくるめられてしまうというかですね、知識ゼロの状態で、営業マンとかって基本的にやっぱメリット見せるのうまいですからね、だからそれでですね、やっちゃってるみたいなんですけれども、結局それがですね、後々のね、日本にとっての、国民にとってのですね、負の遺産になりかねないというかですね、もう確実に負の遺産になっていくのはね、もう明白かなというふうに思いますんで、その辺に関してですね、ちょっと歯止めはかけていかないと。いうわけで、今回のですね、熊本のですね、こちらの措置っていうのはですね、ちょっと日本の中ではですね、異例のですね、初のですね、試みだったということで、シェアをさせていただきました。本当にですね、日本のね、この綺麗な景色とかね、そういったものが破壊されていくのはですね、もう本当に見るに耐えないというかですね、心がね、痛くなるなというふうに思いますんで、そういったところに関してはですね、本当に直ちにやめてほしいなっていうふうに思うところですね。で、次が例のあれ関連のお話をしていきたいと思うんですが、今着々とですね、10月に向かっているということで、10月1日からですね、日本国内で初承認された例のレプリちゃんがですね、世に出回る可能性があるというふうに言われているわけなんですが、その最中ですね、明治製菓ファルマのですね、社員の方々ですね、こちら匿名でね、世に出されたわけですけれども、私たちは売りたくないというですね、そういったこちらね、内部告発本であるというふうに言っておられる方々が多いんですけれども、なんかそうではないみたいですね。どっちかっていうと、その mRNA 型のですね、それに対して警鐘を鳴らすようなものになっているというふうなね、形のものなわけなんですけれども、これが今かなり、X などですね、SNS 上でも話題になっているかなというふうに思うんですが、本当ですね、皆さん、大絶賛のね、形になってるかなというふうに思うんですけれども、そこでですね、僕の方ではちょっとね、また違った意見の方をですね、言っていきたいなというふうに思いまして、もちろんこういった形でですね、警鐘をね、鳴らすような本がね、新たに出てくるっていうのは、今ですね、Amazon の売上ランキングでも1位に、ね、なっていたりとかするということで、おそらくもともと知らないような人たちでも目に留まるようなね、形になってきてるのかなというふうに思うんですけれども、これですね、表紙とかね、そういったところを見ているとですね、もう完全に危ないあれっていう形でですね、もう明記してあるようなところなわけですよね。なので、例のあれに関するところの、だいぶ強い主張をね、してくれてるなっていうふうな印象ではありますし、そのね、中身っていうところのですね、ちょっとお話をさせていただきますと、それこそ明治製菓ファルマのですね、中でですね、若手ホープとしてですね、期待を集めていた方がいたというわけなんですが、この人が、K さんと言われてるわけですね。26歳で、突然ね、亡くなられたということで、その原因が、例のあれを2回やった後に亡くなったということで、国からも、正式にですね、被害認定を受けているというわけですね。この時点でもうそもそも国はもう被害認定してますよっていうところなわけですけれども、で、それに関してですね、凄まじく元気だった方がなぜこのタイミングで亡くなったのかっていうところで、同僚社員の方々がですね、衝撃を受けたということで、その後はですね、自社製のそれに関してはですね、打たないというふうなね、そういったことがですね、結構言われてたみたいですね。で、この本の内部ではですね、主にやはり mRNA 型のですね、それに関するですね、その本質的な危険性とかそういった部分をですね、結構ね、書いてあると、綴ってあるということでですね、逆に言うと他の例のあれというかですね、以前からあるインフルのね、ものだったりとか、そういったものに関しては、安全だというふうに書いてあったりとかするんですけども、僕はここはちょっとね、なんか微妙だなっていうふうに思ったポイントではあるんですよね。そもそも僕自身がですね、それこそですね、2019年に船に乗ってね、例のあれが出てきましたとかね、あとはね、ワープスピード作戦とか言ってですね、世に例のあれが出された時にですね、感じていたことなんですけれども、そもそも論なんですけど、枠自体がですね、僕は懐疑的に見ているものだったわけですよ。そもそもですね、新型のタイプに関しては、もともとが5年から10年とかね、治験を経てですね、世に出されるはずのものがですね、たった3ヶ月とかそういったスパンで世に出されたというところがもう違和感でしかなかったわけですね。で、さらにその前に、そもそも論なんですけど、そのね、防腐剤とかそういったもので、有機水銀とか、様々なものがね、含まれてたりとかするわけですよ。そんなもん入れる必要あるみたいなものがめちゃめちゃいっぱい入ってるわけですよね。で、そして実際、このね、本の中でもですね、そのインフルに関するところのやつは安全であると書いてありますけれども、そちらの方でもやはり被害を受けている方だったりとかそういったものっていうのは、今回のね、この新型のものほどではないにしろ、やっぱいたりとかするわけですよね。で、特に先ほど言った有機水銀とかそういったものって、脳みその神経シナプスとか、そういったものを阻害してしまうということもですね、いろいろ分かっていたりとかするし、本当にですね、神経細胞が萎縮していっちゃうんですよ、どんどんね。だからそういったことを知っているとですね、これが安全と言えてるっていうのはよくわかんないなっていうところではあるわけなんですよ。そのですね、治験の期間を、こう見てですね、安全というですね、解釈を取っているのであれば、わからなくもないかなと思うんですけれども、ちょっとその辺はですね、こう一つのですね、プロパガンダなのではないかみたいなね、こともですね、結構言われてたりとかするわけですね。で、ただこのね、本の中に書いてあることはですね、やはりですね、多くの方に対して、歯止めをかけてくれるようなね、内容であることは間違いないのかなというふうに思いますので、ただ欲を言えばですね、3年前とかに出してほしかったなというふうに思いますね。このですね、一応、K さんに関するところでは2021年に亡くなられてるということだったかなと思うんですけれども、だとしたらそのすぐ後にでも出してくれた方が、今のですね、様々な被害を受けている方、亡くなられている方を、もっとですね、少ない数で抑えられたかもしれないなというふうにね、思うところでですね、これは理想論でしかないんですけれども、なぜ最近になってね、こういったものが出てきているのかっていうところでですね、もっと早く出せたんじゃないかなっていうふうには、個人的にはね、ちょっと思うところではあるわけなんですよね。ただそれと同時に、やはり思うのがですね、僕ら界隈というか、今ですね、僕のチャンネルを見てくださってる方とかも、そうかなと思うんですけれども、もうずっとですね、これに関する危険性なんて、腐るほど耳だこなぐらいね、聞いてきてると思いますし、もうそれはですね、もうやんないと決めてると思うし、もう分かってると思うんですよ。どんな危険性がはらんでいるかとかね、そういった予想もついてると思うんですけれども、そういったところから考えると、僕はもっと具体的ないろんなレベルでのですね、解決法だったりとか対策っていう部分のですね、アプローチを個人がしていく必要があるんじゃないかなっていうふうには思ってるところなんですよ。これもしかしたら言ったら叩かれるかもしれないんですけど、それこそですね、例のあれのことばかり追いかけるのではなくて、もっと広範的な健康リテラシーをつける方向にシフトしてみるとか、あとは他のですね、日本における問題点としてはやはり経済っていう部分が結構かかってくるわけですよ。で、かなりですね、やはりもうこの先ですね、貧しい状態だと政府にですね、もう懐柔されるのはもう間違いないようなね、そういった形になっていくかなと、それこそベーシックインカムとかね、そういったものでですね、統治下に置かれる、超監視社会が到来する可能性が非常に高くなってるわけなので、そういったところからなるべく回避するには、お金というその枠から外れるか、お金をちゃんと稼げる自分になるかのどっちかになるしかないんじゃないかなっていうふうに思うところであるんですよね。要するに国を頼らなくていいような状態を自分たちで作れるかどうかっていうところもですね、この何年かの間にはですね、かなりかかってくる部分なのかなというふうに思いますんで、そういった方向でもですね、ちょっと多くの方がですね、考えていけるような状態になればいいなというふうに願っているところですね。ただこのですね、私たちは売りたくないという本のね、内容に関しては多くの方に本当に読んでほしいなというふうに思いますんで、ぜひ皆さん Amazon とかでね、ポチっていただければというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。他の人にもですね、ぜひ貸して読ませてあげてみてください。そんなですね、10月1日から世に出されると言われている、レプリちゃんなんですけども、その副作用の発症率っていうのがもう半端じゃなくてですね、これすごいっすよ。まずベトナムの臨床試験では8000人中約6人がですね、亡くなられていたりとかするという話だったりとかするわけなんですけれども、これもですね、明治製菓ファルマのですね、国内における420人に対して、被験者に対してレプリのですね、接種をやったというふうな結果ですね、このうち 44.8% の方が倦怠感を訴えて、39.3% が頭痛、そして 30% が悪寒を感じていて、29.3% が筋肉痛、そして 20% 以上が 37.5 度以上の発熱、6.7% が下痢、6% がめまいといったような、数多くの副作用がね、出たということで、これ一人当たりにですね、複数出てる場合もあったりとかするわけなんですけれども、これに関して明治製菓ファルマは有害事象のほとんどは、軽度または中等度であるというふうなことでですね、総合的な評価については良好な安全性が確認されたと。因果関係のある重篤な有害事象は認められなかったんだというふうに説明しているということでですね、そもそもまず知見少なくねえかってところでありますけどね。一応この内訳では従来のね、ものと違って心筋炎とか心膜炎の報告例がなかったということで、そういったこと言ってるみたいなんですけれども、なんかそういう問題ちゃうやろってね、ところであるわけですよ。で、しかもこれをですね、超大規模的にね、やったとしたらどういうことになるのか。一応10月1日から始まるものに関しては427万回分が世に出されると言われてるわけですよ。427、死になっていうね、数字だってよくね、言われてるんですけども、それは本当に語呂を合わせに来たのかは知りませんけれども、その数でやった際に何が起きるのか、そして、電波とかね、そういった部分は本当になるのかどうか。っていうね、ところがですね、かなり焦点なのかなと思いますが、まずですね、そもそも懸念材料がある時点で世に出してんじゃねえよってね、ところかなというふうに思いますし、従来型でもですね、かなりの被害、もう原爆4発分にも及ぶようなですね、大量死がね、謎に起きてたりとかするというわけですから、この辺に関してはですね、先ほどのね、私たちは売りたくないという本もね、合わせてですね、周りの人にですね、僕らも警鐘を鳴らしていけたらというふうに思いますんで、ぜひみんなで頑張っていきましょう。またこれらに関するところの情報ありましたら、僕の方からもお話ししていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては僕のやっている X やサブスタックの方で発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、まだフォローやメルマガ登録などお済みでないという方はぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。